秋の植物といえば何でしょう。木の実？紅葉？実は秋に咲く花もあるんです。今回は札幌で見つけやすい秋の花を専門家の先生に紹介してもらいます。今回教えてくれるのは札幌市博物館活動センターの学芸員山崎真美さんです。山崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は秋の花について観察したいと思います。この西岡公園の中には今、黄色いお花や、ピンク色っぽいお花なんかが見られます。どんなお花が見られるか楽しみですね。楽しみです。早く公園に行きたいですね。でもちょっと待って、公園に住むたくさんの生き物たちのためにも気をつけなければいけないことがあります。野生動物に餌をあげない、ゴミは持ち帰るなど公園のルールを守りましょう。またダニに噛まれるのを防ぐため肌の露出の少ない服を着ましょう。準備ができたら公園に出かけましょう。今回は豊平区の西岡公園に出かけてみました。自然がいっぱいの西岡公園にはいろいろな植物があります。あ、早速黄色い花が咲いています。なんていう花でしょうか。はい、これは秋のキリンソウという菊の仲間の植物です。こういう野山でよく見られる植物ですね。秋に咲きます。で、黄色ちっちゃなお花がたくさん上の方につくのが特徴です。葉っぱはこういうふうに少し大きくて、よく見ると葉っぱの柄のところですね、ここにまでこういうふうに葉っぱが、出ていて、これを翼って言います。翼って書いて翼って言うんですが、これがついていることが特徴ですね。それからこの秋のキリンソウはこういう実みたいなのができてますけど、これは、この秋のキリンソウの実じゃなくって虫こぶといって虫が作るものです。こういう虫こぶも一緒に見てみると面白いと思います。虫こぶ？聞き慣れない名前ですね。どんなものなんでしょうか。虫こぶは小さなハエの仲間やアブラムシが作るものです。植物の組織を変化させて、こういう丸い形とかトゲみたいな形になるので、これはあの秋のキリンソウについてますが、いろいろな木とか植物、草に、ついたりします。いろんな場所で、探してみると面白いと思います。へえ、虫が植物の形を変えるなんて面白いですね。おや？こっちの方に黄色い花がたくさん生えていますね。これも秋のキリンソウでしょうか。それにしては花が多いような。はい、こちらは大泡立ち草という植物です。高さが1メートル以上になって、時には2メートルぐらいにもなって、私たちの背丈よりも高くなります。大きな植物で、外来種になりますけれども、たくさん札幌には空き地とか、河原とかに生えています。先ほど見た秋のキリンソウと同じ仲間になります。綺麗な花だけど外来種なんですね。この辺りはたくさん大泡立ち草が生えています。いろいろな昆虫も花に集まってきていますね。はい、この尻尾のようなお花、サラシナショウマという名前です。ちょっと長くて覚えにくいかもしれないんですけれども、サラシナショウマくんっていうような名前みたい、人の名前みたいに、名字と名前みたいにして覚えておくと面白く覚えられると思います。で、これも秋の代表的な植物になります。お花になりますね。この植物はキンポウゲの仲間になります。同じキンポウゲの仲間でもアネモネとは全然違う形をしていますね。花びらがちっちゃくなっていて、このツンツン突き出ている棒状のものはですね、雌しべと雄しべになります。サラシナショウマくん、覚えました。
あ、木道沿いに小さなピンクの花が咲いています。あ、ここに生えているのは溝そばっていう植物です。これも秋にたくさん花が咲いていますね。一つ一つの小さな花が集まってこういう塊になっています。たくさん集まることで、ちょっと派手に見せて、虫たちにアピールしています。葉っぱの形がとっても特徴的で、朝顔の葉っぱみたいに似てるんですけれども、この横に、耳みたいに飛び出ている部分があります。それから特徴の一つなんですが、茎に細かなトゲがたくさん生えていますので、ちょっと触った時に痛いって思う人もいるかもしれません。特にトゲに毒があったりっていうことはないので、刺さっても大丈夫です。小さな花が集まっていて可愛いけど、綺麗な花にはトゲがあるということですね。川の近くに来ました。おや、白い花が咲いていますね。あ、これも秋の代表的なお花ですね。こういう川沿いとか湿地でよく見られる植物で、ゴマナまたはエゾゴマナと呼ばれています。これはちょっと背丈が小さいですけれども、高いのだと1メートル以上になったりもする大きな植物です。これも菊の仲間ですね。白い花がこういうふうに小さな花がやっぱり上の方に集まって咲いて、少し派手に見せることで虫に来てもらおうという作戦です。で、今ちょうど来てる虫はここにたくさんアリが集まっています。多分これはアブラムシに寄ってきているアリなのかもしれませんが、こういうふうに秋咲く花っていうのは少ないので、虫たちにとっても格好の餌場になったりしています。アブラムシがエゾゴマナの汁を吸って、アブラムシが出す甘い汁をアリがもらっているんですね。アリにとっても秋に咲くエゾゴマナは大事な花なんですね。こんなお花も見つけました。変な形をしていますね。キツリフネは札幌市の指標種になっています。指標種っていうのは札幌の元からある環境をよく表している植物として、札幌市の方で決めている植物なんですが、キツリフネはもともとこういうね、西岡水源地のような、ジメジメした水辺が大好きな植物で、札幌市には昔はこういうジメッとしたところがたくさん広がっていたので、今よりももっとキツリフネを見る機会が多かったんじゃないかなと思います。キツリフネのお花、フネっていう言葉が名前の中に入ってますが、キツリフネのお花は、その海に浮かべたり川に浮かべたりするあの船、がですね、船の形に似ているので、そういう名前になっています。キツリフネの果実は、手で触ったりすると弾け飛びます。で、くるっと種が、割れてくるっと巻くようになるんですが、その巻いた時のバネの力で種を弾き飛ばして、遠くに種をばらまくというような作戦をとっています。すごい、くるくるになって種が弾け飛びましたね。楽しそう。はい、今日は秋のお花を紹介してきましたけれども、秋はだんだん他のお花が咲き終わっていくので、秋の花にとってはもう独り勝ち状態ですね。虫たちも秋の花をめがけて、集まってきます。なので、花粉を運んでもらったりするには、とてもいい時期なんではないかなと思います。私たちもこう花が少なくなってくる時期なんですけれども、秋の花、他の花がなくなっていくので、目立ちますので探しやすい時期なんじゃないかなと思います。ぜひ花を探しながら歩いてみてください。山崎さん、今日はありがとうございました。